はい、皆さんこんばんは、えみぐみつです。よろしくお願いします。今日はですね、ちょっと日曜日の夜なんですけど、ちょっとライブをやってみようと思って、昨日やらなかったんですよ、土曜日の夜なのにね。実は今日は私誕生日なんですよね。それでますます若くなってるんですけど、またそうやって言ってるんですけどね。ちょっとこれをちょっと被ってるんですけど、ティアラ。これですよ、なんかね、見つけたんですよ、箱の中から。前に多分使ったもので、そうなんですよ。下の娘がプロムに行くっていうんで、ドレスをなんていうの、その探してたんですよ。そしたらなかなかいいのが見つからないとか言うから、私がその私のイブニングドレスですけど、いいやつないかなと思って箱を探してたんですよ。そしたらその中にこのティアラが入ってたんですよ。でちょっとこれあれなんですよね、ほらバチェロレットパーティーとかバチェラーパーティーとか言うんですよ。結婚するときに結婚式の前にそのもうこれが最後だっていうことで、ちょっとプロの女性なんか呼んで大騒ぎするっていうのがあって、それはバチェラーパーティーって言うんですけど、でそれはもう男の人用なんですけど、その女の人もやるっていう風になって、ほら男女同権みたいになってるから、でそれでバチェロレットパーティーとかやってる時によく夜ね、マンハッタンとかのレストランに行くと、こういう王冠かぶってる女の人がいて、女の子が結構集まって、まあ、女子会みたいなのやってるんですけど、その結婚するっていうことでね、それバチェロレットパーティーって言うんですけど、その時にこういうのティアラをかぶってるわけですよ。でちょっと私今日誕生日なのでかぶってみたらどうかなと思って、これちょっとかぶってみました。ちょっとね、そういうことです。はい。なので、今日ちょっと、土曜日じゃないんですけど、まあ、サンデーっていうことですけど、ちょっと行ってみたいと思います。それでは行きます。Live from New York, it's Sunday night. And birthday night. Birthday night ですね。だから、日本は今ですね、月曜日の9時前だから、皆さんもうご出勤中って感じかな？なんですけど、今私は、ニューヨーク時間で日曜日の夜の8時前なんですね。夜の8時前なので、ちょっと今誕生日パーティーとかやってもらってですね、あ、これいただいたんですけど、あ、じゃあ見える、何、アップルウォッチいただいたんだ私、誕生日のお祝いにっていうことでね、養子の息子くんが奮発してくれたみたいで、いくらぐらいするか全く見当もつきません。で、これを使いこなすのにですね、また設定とかしてもらってですね、体重とか身長とか入れてですね、心拍数とかかかるらしいじゃないですか。ね、なんかそれちょっとやってみたいと思いますけどね、そういうことでございます。それでね、誕生日だからっていうことで、いろいろね、なんて言ったらいいのか、日々考えさせられることはあるんですけど。今日も土日も結構忙しく、私昨日は9月から始まる、アメリカって新学期年度替わりって9月なんですけど、で9月から行くその学校の説明会とかに昨日行ったですよ、朝からね、私そんなやったりとかして、でセッションもやったし、オフィスにも行ったし、今日も朝からですね、運動もして、でそれで日曜日なのに、誕生日なのに、まあ、誕生日だからっていう感じですよね。誕生日だからちょっとこの設定をきちんとしようっていう、まあちょっとそういうこともあったんですけど、でZoom でセッションもあったし、まあ忙しくしてたんですけどね。でそれでまあいろいろね、セッションとかしてて、考えさせられることってありますよ、本当に。生き方だとかね、そういうマインドセットだとかのことについてですよ。でいろいろあるんですけど、でも今日はやっぱり誕生日だっていうことなんで、ちょっとその要するに、例えばね、そのほら生きがいがどうだとか、使命がどうだとか、いろんなことを言ってらっしゃる方がいらっしゃるんですけど、でそういう方にもね、まあ、ちょっとためになればいいなと思うんですけど、だから要するに後悔なく生きてるかってことですよね。そういうことですね。でそうなるとどういうふうに調べたらいいかっていうと、私が結構言うの、聞くのは、あと例えばね、ちょっと縁起悪いですけど、余命3ヶ月だったら一体今日何するかってことですよね。でどうですか、余命3ヶ月ってなったら、なんか変わったことします？
そこなんですよ。私、変わったことしないと思いますね。ていうか、今のまんまだと思う、3ヶ月、多分。まあ、とにかく、まあ、日本に家族がいるので、日本の家族に会いに行くとか、そういうのはあると思いますけど、それぐらいかな。あとはもう毎日、今までと同じように仕事して、で、まあ、最後を迎えるっていうことなんで、そうなんですよ。で、そうなっちゃうと、結局、ほら、今ね、やりたいことをやってるかやってないかっていうことになるわけですよ、ここで。やりたいことをやってれば別に、変える必要はないわけですよ。だから、なんていうの、それでほら、あとはね、もうそれだけじゃないですよ。あと、なんて、今までの人生に後悔がないかってこともありますよね。今までの人生に後悔があると、じゃあ変えてみようかってことになるから、でも私ほら、前から本を出してる時も言ってるんですけど、ないんですよ、私、そういうなんかタイムマシンとかあっても、過去に行っても何も変えるつもりないし。だから要するに、今、たどり着いたところに満足してて、で、今までの人生に後悔がないってことなんですけど、あと、これからの人生っていうことも、要するに今ですよね。今が、に満足してれば、やっぱりそういうふうにならないってことなんですけど、どうですかね、そんなの、考えたことあります？なんか、でもそれによってすごいわかると思うんですよね。いろいろ自分が後悔のないに人生を送ってるかとかね。そういうことがね。だからそれすごい重要なことだと思うんですよ、私は。で、皆さんどう思うかなと思ってちょっと喋ってみたいなと思ってたんですよ。だ毎日、まあ、完璧かどうかってことじゃないんですよね。完璧っていうのはないわけですよ。で、こうすればよかった、こうすればよかったっていうのがね、それ後悔って言うんですよ。で、後悔ってね、何の役にも立たないんですよね。本当に。そういうことですね。だって、結局、だってやったって、やって得のあるもの、ことだったらするけど、だって得なくないですか？なんかね。そういうふうになってくると、だからやる時間とか、エネルギーとか、なんていうの？もったいないなっていう感じがして、で、私はちょっとやめちゃうかなっていう感じなんですよ。で、後悔ってね、なんかよぎることはありますよ。だけど、なんて言ったらいいのかね。こう、全部のことが起こるべきして起こるっていう感じですよね。だからうまくいかないことがあったとしても、それはだってうまくいかないっていうふうになってるので。だから、でもそれによって、例えばあの時にうまくいかなかったからよかったっていうのはありますよね。だから私はそういうふうに考えてるので、自分が失敗したっていうふうな考え方もないし、何かに対して後悔するっていう考え方も実はないんですよ。ね。そうなってくると、だからよぎるっていうのありますね。だけどそれすぐに手放しすることにしてるんですね。なんでかって言ったら得がないし嫌な気持ちになるからです。だからもうひたすら嫌なことを考えると嫌な気持ちになり、いいことを考えるといい気分になるっていうことはもう明確ですから、だからいかにいい気分を持続させるか、いい気分を持続させるにはいいことを考えてなきゃいけないんですね。だから悪いことを考えたら、ああ、もうそこは、なんていうの、やめるっていうことになりますよね。だからそういうことなんですよ。だからそういうふうな生き方なんですね。なので、後悔もないし、あとほら、今日ね、私思ったんですけど、なんか今日の朝ちょっと疲れてたんですよ。だけど、昨日、ほら、週末いつもなんかほら、ダンスのクラスとかに行ってるんですけど、でもなんとなく金曜日やる気がしなくて、行かなかったんですね。で、その時も行かないっていう決断をして、でそれによってこう、なんていうの、嫌な気持ちになる。だから、やらなきゃいけないのに、やらなかったっていうふうになるでしょ？それって要するに、その気持ちで罪悪感っていうんですよね。で、それも邪魔なんですよ。だって、そんなものを感じても、要するに、行かないって決めたら、そこ、もう行かないっていうことになって、それで、いかに気分よく過ごすかってことになるのに、そこで嫌な気持ちになってたら、その行かないっていう決断っていうのは、なんていうの、良くなかったってことになりませんか？だからそうなんですよ。だから、なんていうの、やっぱり手放しですよね。で、そうそう。だから今日の朝も、だからちょっとベリーダンスのクラスに行こうと思ったんですけど、昨日、いつものクラスに行けなかったので、この先生、バレリーナなんですね。で、前に行った時に非常にもうなんか違ったやっぱり動きなんですよ。バレリーナの動きってね。
だから、あのほら、私、バレエなんか全然映画ないですからね。あの、子供の時に、まあ、お習字とか習いましたけど、すいません、なんか、すごいですよ、なんかそのね。だけど、あの、バレエっていうのはね、そんなお金にならないものはやらなくていいっていう考え方だったもんですから、あの、そうなんですよ。だから全然バレエなんか全然関係ないです、私にはね。で、それで、そういうのをちょっと前に行って、非常になんか、あの違った動きなんでちょっと辛かったんですね。でそれを結構笑い話にしてたんですけど、あまりにも体が硬いっていうこと でそういうようなことだったんですよ。だから今日どうしようかなと思ったんですよ。疲れてたし、だけどやっぱり誕生日だし、ここはで、それでやっぱりこの1年の刑は元旦にありじゃないですけど、何そこのやっぱりここで決めようと思ったわけですよね。でそれで行くって決めたんですけど、このね、行くっていうのもそうなんですよ。行かないっていうのも、行くっていうのも決めたら潔くですよ。そこにこう没頭するっていうんですか。だから行かないって決めたらもう行かないっていうことで、そのなんて言ったらいいの、満足するっていうことですよ。で行かないという選択によってその楽しむってことなんですけど、で行くって決めたらですよ、もうそんな中途半端に行ったけど嫌な気持ちだっていうのはありえないわけですよ。だってそんなことしたって何の得もないですからね。そういうことでございますよ。だからでそこでね、そこモチベーションなんですよ。その要するにね、行かなきゃいけないと思うと、行かなきゃいけないってなると非常に気が重いわけですよ。それはもうそれはそうですよね。だって行かなきゃいけないってなったら気が重くないですか。で、ほら、モチベーションとして暗くないですか？行かないと私はダメなんだとか。なんか、ほら、ダイエットとかでもそうじゃない。その、これここで食べちゃったら私は終わりだとかね。そういうふうな暗くないですか？でもそれも、何？モチベーションだし、あとは、なんて言うんだろう。私はこれをここで、食べないっていう選択をしたことによって美しくなるんだっていうのもモチベーションですよね。で結局でもどっちも同じその痩せるっていう方向に行くんですけど、モチベーションが違うじゃないですか。だからできるだけ私はこうしなきゃいけないとか、ああしなきゃいけないっていうのは指示してないんですよ。そうするとそうならなかった時にやらなかったとか、そういう風になるじゃないですか。だから何緩いその辺、なんか負の感情で自分を縛り付けるっていうことはしないようにしてるんですね。そうすると、なんかピンって言うと、これ何？どういうこと？ちょっとわかりませんね、なんか。何これ？ちょっとわかんないですね。ちょっと後で調べてみますね。この、アップル、何？ウォッチがピンとか言ったんですね、今ね。だから、なんだと思っちゃったんですけど、ちょっと使いこなせてたらダメですから、申し訳ありません。なんか、ちょっと、そこで散々豚に真珠だとか言ってたんですけど、申し訳ありません。本当にね。高価なものをいただいたんで、ありがとうございます。本当にね。あ、それから、本当に誕生日の、そのメッセージをたくさんの方からいただいて、本当にありがとうございます。私ね、本当に、ここで私ちょっと感謝の気持ちを伝えたいと思ってたんですよ。で、ちょっとやらせていただきますね。本当にありがとうございます。本当に。ね、いろいろで、全部見てですよ。で、返信を返そうとしたんですけど、もしかしたら漏れてるとかあるかもしれません。申し訳ありません。私ね、そういう完璧主義者じゃないもんですから、全く落ち度があるっていうことを、認めてるっていう感じですからね。で、申し訳ありませんって、要するに、見ました、ちゃんとね。だけど、守れてるかもしれないなっていうことですね。そういう時は言っていただいても結構です。それも全然謝罪しますし、個人的にメッセージかなんかね、ちゃんと見てないんじゃないかって言ったら、申し訳ございませんっていうことになる。もう全然私そういうのにね、いとまわないんで、そういうことです。で、もう本当にありがとうございます。それからですよ、もういろんな方に感謝して、今日ね、もう感謝の一日だったんですけど、それで、ほら、ダンスとクラスに行こうと思って、いつもの、スターバックスに行ったんでございますね。で、スターバックスのそのアプリで、いつも払ってるんですけど、それで、今日、誕生日おめでとうとか、ハッピーバースデーとかね、ちょっと英語ですけど、出てきたんですよ。で、それで、おーとか思って、で、ハッピーバースデーのなんかリワードが欲しいですかって言ったから、そう、押したんですよ。で、押し、押し、
押してバーってこうレジに行って注文したんですけど、何も別に特別なこと起こらなかったんで、まあいいやと思って、別にあのなんかリワードとか別にそんなの何、まあでもこれもお金の問題じゃないしねと思ってたわけですよ。そしたらですよ、お姉さんがあの3つ3つって呼んできて、あのでそれで、あ、何でしょうかって言ったら、あなた今日何 Is that your birthday today? とか言われて、あ、そうそう、It's my birthday とか言ったら、そしたら、なんだ、もう気がつかなかったんじゃん、ごめんねとか言ってくれて、それで、あの、さっきの、あの、何、お支払い、あの、お返ししますからとか言われて、で、それで、あの、なんだったら、何、スモールじゃなくて大きいサイズにしましょうかとか言われたんですから、言われたもんですから、あの、なんか、Why not?だから要するに、なんで しないのかっていう話ですよね。Why not? とか言っちゃって、だからあのでかいサイズの方にしていただいたりなんかして、あの非常に盛り上がったんですけど、そうそう。それでね、あ、そうそう、だからあのスターバックス様にも感謝しておりますので、スターバックス様ね、いつもあのお世話になっております、本当にありがとうございます。それからですよ、もう Facebook ですよ、マーク・ザッカーバーグ様ですよ、ちょっとなんか感謝を。ミスター・マーク・ザッカーバーグ、そう。I'm grateful that you have a wonderful Facebook that reminded me that my birthday was a very, very important occasion. And then a lot of people were sent messages to me, which was very, very surprising and then also grateful for me. Thank you so, so much, Mr. Mark Zuckerberg.So, it's your Facebook. It's the best in the world, I say. Thank you so, so much. ということですね。ちょっと英語で言っちゃったんですけど、あの、英語じゃないと分かんないかなと思って。聞くわけないですよ、こんなのね。まあいいですね。はい。そういうことです。要するに、もう非常に感謝しています。ありがとうございます。ということでございますよ。だって、そんなの、あの、本当にね、Facebook そうですよね。だってほら、自分でこの間ね、私なんか写真探してたんですよ。だから自分の、フォトのところにないのに Facebook に入ってるのすごいですよね。もう10年ぐらいだって前のやつとかも入ってますから、なんかやっぱ素晴らしいシステムだなと思った。これをなんかあのね、であの子供のちっちゃい時の写真とかも入ってるし、あとほら、私のうちの子の双子とうちの養子の子供たちの、まあ、ひいおばあさんになるんですけど、その方の写真とかも全部入ってて、もうこうやってハグしてる子供とハグしてる写真とかも時々出てきたりするんです。あのほらジョン・レノンさんがね生きてらした時に住んでたダコタハウスってあるじゃないですか、あれマンハッタンになるんですけど、あそこのね隣のビルに住んでたんですよ。だからそこに行くとダコタハウスの屋根が窓から見えるってとこだったんですけど、そこであの写真とか撮ったやつ、ダコタハウスの写真とかもですけどね、あのそのフェイスブックに入っておりますから、もう非常にあの重宝させていただいてるっていうことですよね。で、あの時々見るとこんなこと考えてたのかとかいろいろあるしね。で、本当に素晴らしいシステムだなと思って、今日あのちょっとあのお礼を述べたいかなと思ってちょっと言ってみました。そういうことですね。何の話してたんですか。そう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 。だから結局後悔だとか何罪悪感だとかそういうものっていうのは気分が良くならないでしょ。まあ当たり前ですけど。なので。まあ、それを避けるってことなんですけど、だけど それもだから要するにこうしちゃいけないとか、そうなるとそれがプレッシャーになるわけですよ。だからさっき言ったみたいに、例えばダイエットだと太るから食べちゃいけないとかね。で、太るから食べちゃいけないっていうのと、私はあの正しく食べて美しくなるのよっていうのは同じ方向に行くけど、全然モチベーション違うじゃないですか。だからそういうことですよね。本当にここバランスですよね。だから要するに毎日に満足して自分は幸せな気分で生きるっていうことなんですよね。だけどその自分がより大きなものに値するっていうふうに思ってるってことは素晴らしいことなんですよね。だけどそれは不満足で生きるってことじゃないんですよね。だから満足して幸せに生きていれば、結局そのなんて言ったら、自分が値するものが手に入るっていうことですよ。本当にそうですよね。あのずっとずっと考えてるものよりも、こうじゃなきゃ嫌だとか、これが欲しいとか考えてるよりも、あのなんて言ったらいいの、なんとなくこうじゃないかなとかって、そういう方があの実現しませんか。私ほらいつも言うんですけど、ほら
あの8歳の時に作文に書いたっていうやつね、あの西洋人と結婚して私は男女の双子を設けて外国に住むって8歳の時に書いてめちゃくちゃ笑われたっていう話ですよ。非常に ありがとうございます。どなただろうこれ、あのフェイス、あインスタグラム、 Thank you。 I don't know if you understand Japanese, however I'm speaking in Japanese. Thank you so much to watch my live. Thank you so much. Anyway、そういうことでございます。そう、何の話だったっけ。そう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 、だからそうそう、全然突拍子もないことだったんですね。だけど全部それって叶ったじゃない。でそれはだってそれずっとずっと考えてたわけじゃないんですよ。でそれだけじゃないんですよ。あ、なんかメッセージとかも入ってる、ありがとうございます。後で見ますね、ありがとうございます。な、何、あの、そうそう、はい、それでさ、今日考えてみたんだけど、私こうマンハッタンに住んでるじゃないですか。で前私ブルックリン住んでたんですよね。でブルックリン住んでて、あのマンハッタンに住むっていうのは結構ちょっとステータスだったりするんですよね。あの、まあ、日本でいうと東京23区みたいなやつかな。そんな感じ、東京23区よりもっと、狭い感じですよね。マンハッタンってもっとエクスクルーシブな感じなんですよ。だけど私は実はマンハッタンに住まなきゃいけないとか、住まないと自分はダメだとか、あの、なんていうの、クールじゃないとか、そういうのはなかったわけですよ。だけどなんとなくマンハッタンに住むっていうのもいいだろうなぐらいに思ってたんで、そしたらそのぐーっと狙ってたわけじゃないのにそうなったじゃないですか。だからそういうのってあると思うんですよね。なんかネガティブに全然考えてなかった。私はマンハッタンに住めないからダメだとも思ってなかったし、私ブルックリンで全然幸せですからね。だけどこのマンハッタンに住むっていうきっかけになったこともそのクラックですよ。私は絶対にマンハッタンに住むんだとかそういうことを考えたわけじゃないもん。だからそこですよね。そういうやっぱりマインドセットがそのなんて言ったらいいのかしらね、いろんなものを実現するんじゃないですかね。そう思いましたね、今日ちょっとなんか急に考えて。でブルックリンからですね、引っ越すって時みんなどこに引っ越すのとかでいろいろ聞かれたんですよね。でマンハッタンって言ったらみたいな感じで皆さん、うん、やっぱりそういう感じだもんね。でもまあ独身だったりね、あのその何、あのスタジオって言って、あの何ワンルームマンションみたいなやつだったら、あの割と住めるんじゃないですかね、マンハッタンでもね。だけどうちみたいに子供が多くて、そのあの所帯が大きい大所帯の場合はマンハッタンだとやっぱりあの限られてきますよね。だってほら部屋数が多くないといけないっていうのはマンハッタンにあんまりないから。だから見つけたのも結構まあなんて言ったらいいの。でそういう時ってさ、さっきの話じゃないんですけど、本当にあのトントンと話が進むんですよね。なんか狙ってたっていうよりも。だから本当に今日もあの、あ昨日か、その学校の説明会が終わって、で私あのマンハッタンのオフィスでクライアントさんに会うことになってるので、あのでもその前になんかペディキュアに、ペディキュア、ね、足の爪なんかあのほらもう暑い、あそうそう暑いんですよ今日。34度ぐらいで、こっちあの歌詞で言ってるので93度とか4度なんですけど、それだから35度とか34度とかでですよ。で暑くて、でもだからほらサンダルになるじゃないですか。そうすると足の爪をきれいにしてなきゃいけないとか思って、でそれでやろうとあの思ってたんですけど、あの時間がなかったし、だからあのほらあのつま先が見えないやつ履いていったんですよ。でも時間があったので、あの前にいつも行ってた、あのパンデミックの前に行ってたネイルサロンに行こうと思ったんですよ。で行こうと思ったんだけど、あのほら、そこの学校から来るのにあのどうやって行けばいいんだろうなと思って、でもうちの私のオフィスの近くだったので、オフィスに行かなきゃいけないから結局その辺には行かなきゃいけないわけですよ。でもどうやって行くんだろうなとか思ってたんですよ。ただ見たらあの 23丁目の6番街なんですけどね、6アベニューなんですけど、もうドンピシャリそこに着くように、そこからあの最寄りの駅からなってんですよここね。だからこれ行けってことだっていうことで、そこのネイルサロンにで行ったらですね、これ全然余談なんですけど、あのマダムがあの韓国人の方なんですけど、マダムあのが、まあ、久しぶりねとか言ってくれて、あなた全然変わらないわねとか言ってくれて、ありがとうございます本当に。それあのなんかあの褒め言葉にとってますっていう風に言ってたん でマダムもあんまり変わってないんですよね。私でも実はあそこ25年行ってんですよ。ニューヨークに来た時から行ってるもん、あそこ。だからあの
皆さん知ってる方ばっかり、あのすごい若い時からそこで働いててね、今あの、まあ、中年におなりになってるんですけど、ちょっとね、ちょっと言っちゃう、皆さんやっぱり倍ぐらいに増えてらっしゃいますね、あの横幅っていうんですか、なんですよ。だけど、まあ、マダムと私だけがなんとなく保ってるっていう、あ違うよ、私25年前私もっと全然太かったんですよ、すいません、もう申し訳ありません、本当に全然忘れてた、そうそう25年前私横幅あの2倍ぐらいでしたよね、そうですね、あそう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 、これ見せちゃおう、またはい行きますよ、あのフェイスブックの方だけね、はいはい、これでした、これこれだって、これ2011年とかだもん、だからえ25年前だと、だって1999年ですからね、あこれよりも太ってましたねすいません忘れてた、でもほらパンデミックの前まで痩せてから、あありがとうございます、インスタグラムね、はいどなたでしょう、 Thank you for coming, I hope you understand Japanese, however I'm speaking Japanese Thank you so much ということでございますね、そうそう、だから1999年にアメリカに来てるんですけど、その時にだからあの行ってたんですよね、でパンデミックの前まで行ってたん でその時まではその時にはもう痩せてたんですね、パンデミックの前で、だって2015年ぐらいから痩せてきたんだからもう10年ぐらいなのかな、だから10年ぐらい 前から、まあ、このような体型になったっていうことですけど、まあ多少のね上がり下がりはありますね、だからあのそういうことなんでですけど、まあだから本当にだからあのマインドセットとかですよね、生き方とかね、ちょっとこれしまっちゃいますね、これどうやってしまうんだっけ、こういうことね、はいしまいました、はい、これちょっとティアラあの今日誕生日なんですか、 It's my birthday today if you want to know、 そういうことです、あの今日あの誕生日なのでこうティアラとかつけさせていただいてるんですけど、今日ねあのちょっと子供たち養子の2人とあとあの双子、うちの双子ですけどにこうなんかごちそうになってですね、ケーキもあのいちごのストロベリーショートケーキとかいただいてですね、あのろうそくとか消しました、それでほらこのアップルウォッチとかいただいたし、 This is birthday gift I got Apple Watch ということでございます、はい、そう、それ養子のあの息子くんだったんですよ、 Given by my adopted son、 So I adopted two teenagersused to be my sister's kids、 そういうことです、ということでございます、っていうことですね、はい、そうなんですよ、だからやっぱマインドセットっていうのをちゃんとしてれば健康でなんていうの、体験もなんとなくまああのねあの保ってられるのかなっていうのを思いましたよね、だから昨日でそれで時間ももうドンピシャリに良かったですよね、だからその電車もそこの本当に隣に着いちゃうみたいなところで、まだあそこのネイルサロンやってんのかなって感じでしたけど、行ってみたらやってて、ああみたいな感じで言ってて、でそれでやってもらって、でオフィスに行って、でそれであの何セッションしてっていう感じで、だからあの本当にねいろいろとなんていうのマインドセットとか、本当にマインドセットとかやっぱ全てですね、なんかその生き方だとかそういうことで、そのなんていうの生活習慣だとか、そのね、見てくれとか、あと健康もですよ、私も全然昔はそうじゃなかったですけど、今もう全然風邪とかもひかないもんね、だからそういうことでございますよね、まあそういうことですよ、だから本当にあのだからね、本当余命3ヶ月だったら自分は今何をしてるかって、もしもうものすごく変えなきゃいけないようだったら、それは生き方を見直した方がいいのかなと思います、この辺ちょっと英語で言ってみましょうかね、See, I was talking about in Japanese that if you had 3 months to live, then what would you do? Would you like to change your lifestyle or not? So that tells you that you are living in the right way or not, like to pursue your happiness whatsoever. So passion and then, you know, purpose.Something like that. そうそう、そういうことですよ。あの、余命3ヶ月だったら、あなたは一体何をしますかっていうことですね。でもし、今のライフスタイルとあまり変わらないようだったら、本当に悔いのない人生を送っていらっしゃるし、
何もう変える必要がないっていうことですよね。でもそうじゃない場合は自分本当に何がしたいんだろうかってね考えてみた方がいいかもしれないですね。私はそう思いました。それではそういうことでございます。今日はあの誕生日だったのでライブやってみました。また今度は土曜日にやろうと思います。よろしくお願いします。それでは失礼しますということです。あ、ちょっと。